お客様どうもこんにちはかズイヒです今回は3つの木を近くのホームセンターで買ってきました1つ目はアルプス乙女2つ目は梅そして3つ目は栗ですこの3つを家の周りに植えていこうと思いますそしてまずアルプス乙女って何かっていうとちっちゃいリンゴなんですよこんな感じの1つの幹にもうこんな感じでたくさんなるようなちっちゃいリンゴなんですけど詳しくは直径5センチ程度のミニリンゴ 重さが30から50偶然発見された品種らしいですね甘みの中に程よい酸味があって果汁も多め小さいながらもリンゴらしい風味が味わえます小さくて皮も薄いので丸かじりで食べると良いでしょうリンゴ飴によく使われている飴らしいですねそしてほら北海道でもね結構収穫されてるみたいですあーよかった寒さにも強いみたいですねそして2つ目のブンゴという種類の梅なんですけど綺麗な花が咲くみたいです でこんな感じで梅の実がなるらしいですね。特徴は実が大きく花も美しい。3、40グラムってさっきのリンゴと同じくらいの大きさなんですね。かなりでかいですね。梅酒とかでよく使われてるみたいです。まあ、僕は梅干しに作りたいなと思ったんですけどね。まあまあ作れないことはないでしょう。ビタミンも豊富ってことでいいですね。そしてつけ梅、梅干し、梅酒。あ、いいですね。梅干し、オッケーです。そしてこれがね、一番気になったんですけど、自家結実性。 1> 1本でなるよかったー僕ねこれ買った後になんか果物を切って1本じゃ実がならないっていう可能性もあるらしいんですよそれをちょっと知らずに適当に買っちゃったんであれどうなのかなと思ったんですけど、ま、これは大丈夫ということですただまあ受粉樹があった方がいいって書いてるんで、まあ、1本でもなるけど2本3本といくつかあった方がより良いっていう感じなのかなあそしてなんだか同じ種類じゃない方がいいらしいんですよだからねね梅の木は、ね、今もうちょっと増やしたんで まあもしかしたらそれでちょうどいいかもしれないですね。おそして北海道でも大丈夫ということです。まあ、北海道のホームセンターで買ったんで育たないものは売りませんよね。だからまあ,まあ大丈夫だろうなとは思っていたんですけど。これは1,199円らしいですけど、まあ、ホームセンターで買うと800円くらいで買えましたね、うん。まさにこんな感じでもうちょっとね葉っぱがいろいろあるタイプのものを買いました。そして3つ目、銀寄せっていう種類の栗となります。お江戸時代からの日本栗だって歴史が長いんですね。 当時大飢饉の時に栗を売り歩いてめちゃくちゃ売れたから銀札を寄せ集めた栗ということで銀寄せって言われてるみたいですね、えー、結構大きいちゃんとした栗ですねそしてあ北海道はあんまり取られてないみたいですそして実際に植えた様子がこちらですこの牛舎のね隣にねこんな感じで植えましたでこのあとね支柱を立てて、まあ、風がついても倒れないようにしました 多分ね、つけ木っていうんか何なんて言うんだろう。違う木に、栗の木をくっつけてやってるような感じなのかなって思いました。まあ、そっちの方がなんか、その、病気とかに強くなるらしいんですよね。こっちは栗ですね。丹沢って書いてる。これはね、また別の時に追加で買った栗となりますね。まあ、その1個じゃならないかもっていうことでもう1個植えとけみたいな感じで買っときました。そしてこちらが梅となります。 そして最後、アルプスオートメはどちらにあるかというと、まあ、この今見た場所はちょっとね、風が強くて、もしかしたら倒れるかもよっていう可能性があったので、まあ、アルプスオートメ、実が結構たくさんあるので、やっぱボタボタ地面に落とされたら困るので、風があんまり吹かないとか、周りに木があるここに植えました。まあ、普通にただ土を掘って埋めただけ、アルプスオートメ。リンゴは案外買うと高いのでね、これでタダで大量のリンゴが手に入れば、 嬉しいですよね。ついに、私のリフォーム専門チャンネルがオープンしました。今、私が住んでいる廃墟をゆっくりとリフォームするチャンネルとなっております。以前はギークカ,カズという名前でやってたんですけど、今は廃墟をリフォームするカズヒロチャンネルという名前で生まれ変わりました。ぜひ、皆様、新しいチャンネル、チェックしてみてください。